皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の理科、消化液と消化酵素というタイトルで説明していきます。食べ物を体内に吸収できるくらい小さい粒にすること、これを消化と言います、ね、これを消化と言います。で、消化に関わる液を消化液といって、この中に食べ物を消化分解してくれる消化酵素というものが入っています。今日はこの消化酵素について説明していきます、ね、これ消化酵素、そういうものが入っているんですね。さあ、食べ物は最初口から入っていますよね。もうすでに勉強しましたけど、唾液の実験やりましたね。で、唾液の中にはアミラーゼという消化酵素が入っています。これがでんぷん、これを分解します。口から食道を通って次に胃に入ります。胃は袋状の筋肉なんですよね。ですから揉みほぐすような動きをして食べ物を小さくしてくれます。その胃の壁から胃液が出てくるわけですけれど、胃液は塩酸とペプシンという、ね、タンパク質を分解する消化酵素を出しています。塩酸というのはとても強い酸で金属も溶かしてしまいますよね。でも胃は溶けたりしません。これはなぜかというと、胃の壁のところから粘液が出て、その粘液が塩酸から胃を守ってくれるからです。さて、胃の下に十二指腸があります。十二指腸自体は消化液は出さないんですけれど、そこで消化に関わる液が2つ出てきます。それは胆のうから送られてきた胆汁です。この胆汁は脂肪を水に混ざりやすい状態にしてくれます。脂肪って言い換えたら油の仲間ですよね。油って水とはね、混じり合いません。実は消化の反応というのは液体の中、ここでは主に水の中で行われるので、そのままだとなかなか消化されないわけです。ですからこの胆汁が脂肪を水に混ざりやすい状態にしてくれるわけですね。この胆のうというのは、胆汁を作っている胆のうというのは、肝臓のところにある器官です。そして十二指腸のすぐ横というか後ろというかのところに膵臓があって、そこから膵液が分泌されてきます。そして膵液中のこの唾液に入っているものと同じアミラーゼですね、これがでんぷんを分解して、それからトリプシンという消化酵素が、これタンパク質を分解し、さらにリパーゼ
という消化酵素がここで水に混ざりやすくなった脂肪、これを分解してくれます。そして十二指腸を通って食べ物は小腸に送られます。で、小腸の壁にも消化酵素があって、さらに消化が進み、体に吸収するくらい細かくなった栄養分、消化された栄養分は小腸の壁にある絨毛から吸収されて毛細血管やリンパ管に入っていきます、ね、ここで説明しても気づいたと思いますけれど、この消化酵素というのはそれぞれ、ね、この消化酵素はでんぷんとか、この消化酵素はタンパク質と、特定の栄養に作用するだけで、他の複数の、栄養分、ね、これを消化することはありません、ね、決まった栄養だけを消化してくれる、そういうことなんですね。今日は消化液と消化酵素について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。